おはようございます、今日はですね、朝から、久しぶりにウォーキングスタートです。筋トレは、ほんとちょっとだけにして、ウォーキングをしました。まだね、朝ごはんをプロテインしか飲んでいないので、これから朝ごはんをですね、買いに行こうかなと思います。今日はね、なんていうんですかね、3食全部ね、外食を、しようと思っているんですよ。どんな風な外食を食べるか、夜はね、ちょっと行くとこ決まってるんですけど、それを楽しみにね、今日一日頑張ろうかなと思ってます。夜はね、お寿司です。楽しみ。はい、ということでね、こちら卵サラダ買いました。いただきます。美味しい。このふわふわの卵サラダどうやって作るんですかね。それから糖質を控えたチョコクリームブレッド買ってみました。別に糖質を控えたかったわけじゃないんですけど、なんかいいチョコレート感がなかったのでこれにしました。最近どこもね、糖質オフのパンとかいろいろ売ってますよね。おお、いいですね。いただきます。うまい。これ控えたってどれぐらい控えてるのかね。食物繊維 15.1？ これから仕事行くんですが、その前にね、ちょっとご飯を食べようかなと思っております。今日はマックですかね。マックに行きます。行きましょう。今仕事は終了しました。今日もたくさんのお客さん来てくれましたね。ありがとうございました。あ、めっちゃいい天気ですね。これからね、ザラに行こうと思います。ザラパトロールですね。近頃あの銀座はザラがリニューアルしたんで、見に行こうかなと思っております。この時間はね、銀座の通りは歩行者天国になってます。なので道路の真ん中を歩けるっていうね、なんかちょっとだけ気分がいいんですよね。
はい、今ねザラパト終了です、商品を一つだけ購入して、であと4点購入したんですが、4点はネットにしました。なので明日明後日には家に届くと、そんな感じです。じゃあ一旦帰りましょう。だいぶお腹空いてきたんでね、夜のお寿司が楽しみですよね。ちょっとその前に何かしら間食入れようかなとは思ってます。口の中パッサパサ。はい、今ね戻ってきて、これからですねお寿司行こうと思います。楽しみ。でっか。いただきます。うまっ。もう笑っちゃうぐらい美味しい。今ですねこちら G5 の元に帰ってきました。非常にねいいお寿司、一日ね今日楽しみにしててよかったかなと思います。とても美味しかったです。久々にね日本酒も飲んじゃいましたね。おじさんがお寿司をただ美味しく食べる動画の方見ていただいてありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、ガシャッ。